ちょっと無理。今回は対抗立志伝を DX 実況していきたいと思います。前回は四国の城を攻略しつつ丹後水軍を滅亡させたところまで。残りは安藤水軍だけになったんだけど。今回で義高の戦いは最終回。長いようで短い海賊生活もおしまいだね。なかなか大変だったけどな。じゃあ、最後は安藤水軍を叩き潰して茎海賊衆の名を天下に知らしめようじゃない。だなぁ、茎海賊衆は海の支配者にするために最後まで頑張るか。というわけで、いきなりだけど洲本から舞鶴に拠点を移動するよ。洲本からじゃ攻めれないからな。攻めれなくはないけど時間がかなりかかるから。水上だとぐるっと回らなきゃないけど、陸なら中国山地を越えればすぐ。物を運ぶ分には船の方がいいんだと思うけどね。舞鶴に到着したらなんか不審な人が来てるみたい。誰だろ。信長様。まさかの珍客だね。塩対応な信長様がお忍びで来られたのは。なんだろ。10年以上前の話は忘れたな。そういえば、なんか言ったような気が。まさかの鉄鋼戦イベント。今さら。確かにすごく今さら感があるんだけど。もう少し早く欲しかった気もするけどな。でも、大型戦と同じ金額での建造だと。中盤あたりでの建造はかなり厳しかったかも。そう言われてみればそうかもな。金なら今はあるから気にするな。ほんと今ならね。すでに日の本一だけどな。支配が及んでないのは東北と越後だけだしね。故障にも塩どころか厳しい。少しかわいそうだったね。顔的にはお前の方が恐ろしいけどな。そう考えると鉄で船を作ろうと思った人はすごいな。木造船から鋼鉄船への移行は確かにすごいよね。そういえば、世界初の鉄製の船って何なんだろ。無知かもだけどあんまり有名じゃない気がするね。日本で初めてのとかは聞くけどな。確かにね。うん、言うだけ言っていく人っているよな。で、今すぐは建造できないと。どれだけ時間かかるのかな。安藤水軍撃破前には欲しいんだけど。じゃあ待てばいいのにと思いながらも攻め込む。待つのは性に合わなくてね。まずは柏崎だな。今回も関船で攻め込むよ。防御度は下げたから楽勝だろうし。支持大名がいないから援軍も来ないだろうしね。三好家なんて滅亡寸前なのに助けに来たりするからな。あれは無謀どころの話じゃないよね。それでも滅亡してないのはすごいけどな。確かにね。じゃあ、やっちまうか。一応全員大型船だね。でも、そんなの気にせず。崩落を投げ込むだけ。相変わらずいい損害を叩き出すね。さみだれ打ちがこの程度と思うとますますな。全員が海賊に誘えればかなり楽に戦えるんだけど。なりたくない人もいるからな。雪か。越後らしいね。雨は今まであったけど雪は初めてかもな。思えば遠くまで来たものだね。まず1部隊。2部隊目撃破。3部隊目撃破。絡めてを突破したら援軍が向かっていると報告が。来る前に攻略できるかな。さすがに本丸までたどり着くのが限界かな。水上戦で負ける気はしないけど。そうだけど、ある程度の損害は覚悟しないとね。急ぐために燃やしていくよ。結構減った。守っている武将がいないとかなり減るね。二の丸突破。援軍が来る前に、降伏勧告してみようか。攻撃の手は緩めないけどな。交渉内容は場外退去を求めるよ。誰もいないから降伏させてもいいんだけどな。どやどや。停戦1年。これはないな。1年は長すぎるね。
陸ならそれで他を攻めるとかできるかもだけど、当然の拒否だよ。一年も待てぬ。もう終わりかけだしやっちゃえ。と思ったら逃げ出しやがった。なら場外退去受け入れればよかったのに。意味不明だな。安藤水軍に腹が立ったからそのまま13港へ攻め込むよ。関船いっぱい。柏崎と一緒に防御度は下げておいたから。このまま攻めても問題なし。また出たか。お前に大変がられてもな。なんというか、同じに思われるのは嫌だね。なんで坊主？なんであんなところを燃やそうと思ったんだろうね。ようやく目的地。なんか吉高さんが高ぶってる。まだ石巻があるんだけど。少し先走りすぎたな。兵数差は減ってるのにこちらが2000ほど多い。長い間戦ってなかったのになんでなんだろ。安藤家の支援に借り出されてたとか。それはあるかもね。でも、安藤家滅亡しちゃってるからその頑張りは無駄になったんだよね。そう思うと、海賊州とかでも弱小についてその勢力を生き延びさせるとかもありかもな。お金が持てば何でもできそうな気はするけど。そこが問題か。うん、今金髪が見えたような。え、まさか。ハイレディンがいる。何やってるの？普通に安藤水軍に悲観してたのかよ。全く気づかなかったよ。もしかして、引き抜きとかできたかも。確率は低そうだけどできたのかもね。惜しいことしたな。あのイベントから安藤水軍に悲観しているとは夢にも思わないよ。西じゃなく東回りで攻略してたらもっと早く気づけたかもな。それはあるね。そのハイレディンを普通に撃破。まあ、格別強いというわけでもなかったから。本丸まで攻め込んだところで、詫びの使者が来た。どうしようかな。停戦10ヶ月か。鉄鋼船の建造にどれだけかかるかわからないから受け入れておこうか。だな、建造中で終わるのもあれだし。10ヶ月後に石巻を攻めようか。あとはハイレディンをどうするかだな。そうだねー。お、もうできたの。え、10ヶ月も停戦しちゃったんだけど。失敗だったかな。鉄針。ほら、木目調の鉄を使ったんじゃないかな。そんな高度な鉄がこの時代にあるかよ。まあ、そうだよね。オルガン地の敵には、支配するのは厳しいなーって感じだろうけど。縁は大好き。イベント的にある程度攻略が進んだら起きるとかなのかな。傷側の戦いが起きたら関係なくとか、またお忍びかよ。普通に来ればいいのにね。信長様の度肝を抜いたのなら満足だ。安藤水軍がここまで。ある意味慌てるくらいの驚きはあるな。石巻から舞鶴まで来たんだからね。それも補給はほぼできない状況でな。ここで鉄鋼船を使ったイベント戦闘か。結構な数がいるね。どんなもんか試してやる。鉄砲の弾じゃないし。通常攻撃が大砲攻撃なのかな。三段撃ちとかどうなるんだろ。早棒しかないし。大砲の2連射。大砲で組み分けして撃つとはすごいね。じゃあ、三段は。敵がかわいそうになるレベルの攻撃力だな。通常の大砲攻撃で十分強いのにさらに連射されたらたまらないよね。問題なく安藤水軍を。撃退。仙左衛門もはるばる来てくれてありがとう。ほんと遠くからね。動揺する海賊衆が安藤水軍しかいないという。その安藤水軍も今撃退したんだけどね。で、その安藤水軍だけど、調子に乗って少し燃やしすぎたよ。兵糧がかなり減ってるし、攻めてる最中にそこを突きそうな予感。まだ停戦あるから仕入れればなんとかなるでしょう。そうだよね。13港に拠点を移動させて、鉄鋼船が160艘できたから伊達家に嫌がらせをするよ。東北の湾口を荒らし回ってやる。
を食らわせるまでもないわ。4残りは泣けてくる。攻撃でも十分じゃない。でもまだいろいろ試したいじゃない。それにしてもすごい。今度は崩落で一発で壊滅寸前になってるし、これは打席がかわいそうになるレベルだね。2部隊同時撃破、そりゃ逃げ出すよな。次は港城。そんな攻撃期間はどんどん攻撃しろ。これ4部隊同時撃破とかできる。やれそうな気はする。これで4部隊同士撃破だ。気持ちいいね。あとは城門を壊すだけだけど、大崎家打席じゃないのと、いろいろ出たけどここで逃げ出した。続いて八戸でも同時撃破をして、総大将は逃げ出した。これで打席の湾口の城はなくなってしまったよ。じゃああとは石巻攻めるだけか。織田家が信濃と海を攻略してる。武田家も終わりが近づいているかな。まだ停戦が明けないのでハイレディンのところへ遊びに行くことに。これはこれで仲間にしたかった。本当にね。今からでも行けるのかな。てか、ござる貴重なのかよ。なんというか、日本に染まりきっているね。とにかく高いの上げておこうか。ダイヤモンドかな。これで引き抜いてみようか。親密度はマックスだけど、お前は誰だよ。ここまで来るとハイレディン感は全くないね。ひどい話だ。イベントが始まったみたいな気がするね。お前は片言なのな。吉高さんが驚いてる。そりゃ驚くよね。あるのかよ。もうとんでも展開だね。お前も納得するのかよ。なんかよくわからず始まった勝負だけど、こんなの使うの。人たち浴びせたいけど。何これ。何もなし。一発入った。こうなればあとは日々で。かなり回復した。仕留めきれないし、もう一撃と思いながら移動するよ。何か封じられた。防御しかできないし、これは厄介な日々だね。でも今度こそ日々でとどめを刺すよ。倒した。一度はどうなるかと思ったけど、なんとかなったな。こんなところで剣術称号獲得。もう少し早く欲しかったかな。これでハイレディンが配下になると、これはもう少し早くやっておくんだったな。そうだね、攻略が少し楽になっていたかも。問題はハイレディンの能力、全てが中途半端だね。伝説さんなのが何とも言えない。少し鍛えないと使えないね。ちょっと鍛えて水分だけは4にした。最後の戦いだからそこまで鍛えなくてもいいかなと思ってしまったよ。素直に面倒くさくなったと言えばいいのに。ハイレディンを連れて最後の砦で石巻攻撃開始。最後だけあって数多いな。安藤水軍も数だけは揃えたようだね。あれ、あんまり発弾が多かったのかな。
三段打ちは強い。二人が早豪岳というのが、村上水軍の棟梁と地中海の海賊王なんだけどな。日々の鍛錬をきちんとして欲しかったよ。投手で修行はないから仕方ないのかもな。ここで兵糧不足の危機低下で一部隊壊滅。そういえば、兵糧焼き払いまくったの忘れてたよ。陸では使えそうな戦い方だな。兵糧切れを狙うつもりはなかったけど放火が楽しくてね。破壊しまくり放火しまくり、石の巻き取りではひどいことになってたんだろうな。間違いなくね。兵糧不足で続々部隊が壊滅していく。あれ？最後の最後で一番面白くないのやってしまった。間違いなくな。お金はあるんだから買えばいいのに。そこを買わないのが AI なんだよな。そういうところはきちんとしておいてほしいよ。これで残るは総大将の天才門だけ。でも、絡めてを突破したところで、天才門の部隊が指揮低下で壊滅して石の巻き砦を攻略。これは今作一番のやらかしだね。兵糧を焼くときは気をつけないとな。楽しくなったからといって焼きまくってはダメだね。最後の論功交渉が終えたら、誰もいらないよ。安藤水軍が滅亡し、エンディング兵。なんかこう、最後の盛り上がりが悪いと。まあ、天下一海賊集なんだからいいでしょう。関君は最初の外部から招いた武将だな。岡本はなんだ？なんか会場の管理をきちんとやったみたい。海賊衆とは思えない善良。日本の海は平和になったんだね。海の守護者、かっこいい。そして、キケは海の一族と呼ばれるようになったとさ。将来的には影船とか出てくるのかな。かなり後になるだろうけどね。お、おだけが絡んできた。どの付けで呼ばれてる。織田殿、同列扱い。吉高さんも偉くなったものだね。関係なく。何をしたんだろ。また海の守護者が出てきた。それはそれで揉めそうな気がするけど、若干かなりだと思うけどな。さあ、これで長いようで短かった吉高の立志伝は終了。ここからエンディングだけど歌が入るので、ここでおしまいとするよ。じゃあ、次回シリーズをお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。